こんにちは。まずは問題の内容を確認しておきますね。四角形 AEKH、 これですね。 AEKH、 それと IJKL、 もう一つ IFCG ですね。これは全部長方形 ABCD、 外枠の一番大きい四角形ですね。これは長方形で、全てこれを縮小して作った図形です。この時四角形 AJCL ですね、これの面積を求めなさい。こういう問題ですね。では問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。では解説をしていきます。問題文にはこれもこれもこれも全て長方形 ABCD を縮小したものです。つまり全部相似形ですっていうふうに書いてあるんですね。長方形同士が相似だった場合どういうことが言えるかと。もちろん相似の性質として対応する辺の長さの比ですね。これとこれ、これとこれ、これの比が一緒っていうことも言えますし、縦対横の比ですね。ここの縦対横とこの長方形の縦対横、これ一緒っていうことが言えます。で、今ここでね、長方形を2つに分けます。当然なんですけど、この三角形とこの三角形ですね。縦対横、縦対横。それで比べてもいいですし、対応する辺。これね、比べてくれてもいいですけども、どちらも直角三角形で、辺の長さの比が一緒だから、これとこれって相似形なんですよね。そしてここの角度。そしてここの角度ですね。これとこれの角度っていうのは一緒だということが言えます。つまり、この長方形とこの長方形って重ねて書いてもらったら、こういう感じになりますけれども、ちょうど対角線っていうのが一致する形になります。まあ、こことここ結んでもらったら一直線になるなっていうことがわかります。この図でも一緒ですよね。この長方形ですね。AEKH と IJKL。これについても対角線引いてもらったら一直線になるし、これと IFCG。もちろん全体でもですね、対角線引くと、A、I、K、C。これが一直線上の点になる。こういうことがわかりますね。じゃあ実際対角線引いてみます。こんな感じになりますね。求めたい部分っていうのはこの斜線部分の面積なんですけれども、これが対角線によってちょうど2つに分けられる形になります。そうすると、一つ一つ求めてあげたらいいんですけれども、まず三角形 AJC の方ですね。ここを底辺と見ることができれば、もうすぐに 2×10÷2 っていう風にできますし、わかりやすく透析変形を使って説明することができますよね。つまりどういうことかっていうと、IJ に対して AB っていうのは平行なんで、点 A 点を移動させてきて、三角形 AIJ っていうのを EIJ っていう形に変えることができますね。同じようにこの線に対してこの線っていうのが平行だから C っていうのをずっとこう持ってきて、こういう風に IJC っていうのをこの三角形、この三角形に形を変えることができますね。だからこの面積自体っていうのは底辺が10センチ、高さが2センチの三角形。こういう風に見ることができるんで、10×2÷2 ですね。これで10平方センチメートル、こういう風に出すことができます。最初に言ってましたけれども、ここを底辺と見て、結局高さ10センチの三角形、こういう風に見ても大丈夫ですよっていうことです。じゃあ同じように、ACL ですね。もう透析変形しなくても大丈夫でしょうか。ここを2センチ、この2センチの部分を底辺と見て、高さ10センチの三角形と見ることができますから、結局こっちの分もこっちと面積が一緒っていうことができるわけですよね。ですから、これ2つ分かける2ですね。そうして20平方センチメートル。こういうふうに面積を出すことができますね。今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いいたします。